フェアをご覧の皆さん違うよね。いやサンキューフォーオール発売されます。なんとボリューム7、すごいですね。あと3つでボリューム10になります。私そのボリューム7になんと出させていただくことになりますよ。それがですね、長い3億、いや長すぎるね、33,333字までいきましょう。そこまでないか、33,300字ぐらいで、33,000字、だんだん短くなってきましたですね、私そこでもう私のこの半生をですね語りたいと思います。今年で30になりましたので15年分。笑ってる人が多いようなですね。半生です。もうぼちぼち25年ぐらいになりましょうか。四半世紀ぐらいなんですけども、その分をですね、今までこの喋らなかったこと、お伝えしなかったことも多々ありますので、まあせっかくですから、窮地の中の皆様と一緒にこういう本を作れるということで、赤裸々に今まで言わなかったことも、あんなことやこんなことや、ましてやこんなことまでですね喋ってみたいなと思います。本日はこちら代々木のラボというライブハウスからお届けしているんですが、ここは僕が今21世紀に入りまして2013年の段階で一番好きなライブハウスです。はい、居心地もいいし、なんでしょうね、場所は代々木なんですけれども、このねスタッフの対応がとても素晴らしいと言っておけば、多分次に来た時には歓待してくれると思うんですけどね。音もいいし設備もいい、非常にナイス、居心地のいいライブハウスなので、ぜひぜひ皆様要チェックでお願いしたいなと思う大山正則でございますが、サンキューフォーボールボリューム7、ぜひぜひご購入ください。大山正則に清き一票。